フランスは10月30日0時、つまり29日木曜の夜中からコンフィヌマンが始まりました。コンフィヌマンというのは外出禁止、自己隔離という意味のフランス語です。28日水曜の夜8時、マクロン大統領の演説でコンフィヌマンが発表になり、ほぼ1日しか準備期間がなかったわけですけれども、人々は春の時ほど慌てなかったように思います。ただ食料品や生活必需品以外の店は休業になりますので、ショッピングエリアはかなりにぎわっていました。こちらはマレ地区、ベアシベデパートのあたりでは大きな買い物袋を持った人たちをたくさん見かけましたし、ユニクロの前には行列ができていました。一度に入店する人数を制限していることもありますけれども、かなりたくさんの人が辛抱強く待っていました。またカフェやレストランも休業になります。カフェのテラスで友達とおしゃべりしたりというごく普通の楽しみがなくなってしまうわけで、コンフィヌマン前にそんな自由な気分を謳歌しておこうとする人たちで、カフェのテラスは大盛況でした。ところ変わって、こちらはサンジェルマン大通り、カルチェラタンにも近いあたりを歩いていると、意外なお店がにぎわっていました。ドアノブや引き出しの取っ手などを扱う店です。こういうものは確かに実際に見て触れて選びたいですものね。そしてこちらは歴史あるブラスリーで、歌手のシャルル・アズナウールも常連だったというところです。早々にシャッターを下ろしていました。そしてこちらは夜9時のサンジェルマン・デ・プレ、有名な2つのカフェ、ドゥマゴ、フロールも長い長い店じまいの準備です。こちらはコンフィヌマン2日目、10月31日午後のサンジェルマン・デ・プレの様子です。珍しくよく晴れた休日ですので、本来ならばたくさんの人でにぎわっているところですけれども、ご覧の通りブティックも、それから2つのカフェもしっかりと扉を閉ざしていました。ところで、今回のコンフィヌマンでも本屋さんも休業ということになっています。ですが、本は生活に欠かせないものとするフランス人も多く、早くも議論の的になっています。サンジェルマン・デ・プレの2つのカフェはそもそも文学カフェとも言われるように、この界隈にはかつてたくさんの出版社や本屋さんがありましたけれども、残念ながら時代の流れとともに出版社はどんどん撤退し、本屋さんのあった場所がブランドショップになっていたりします。そんな中でもこちらの本屋さんは
サンジェルマンデプレの文化的な香りを守り続けている貴重な存在です。コンフィヌモンの間は店内に入ることはできませんが、店頭で希望を言えば店員さんが本棚から本を探して持ってきてくれたり、電話やネットでの注文を直接ここで受け取ったりすることができるそうです。こちらはサンシュルピス教会に近い通りです。洋服や靴などのお店が多いので、こちらの方はすっかり静かになっています。そしてこちらはリュクサンブル公園。木々の葉がすっかり色づいて秋の深まりを感じさせてくれます。今回のコンフィヌモンが春のと違うのは、保育園や小中高校が開かれているほか、テレワークではできない仕事、例えば工場、工事現場、農業、漁業に携わる方々は現場に出向いて仕事をすることができるということです。また公園や海岸も開放されているというのが春とは違います。1日1回、自宅から1キロ圏内で1時間という制約はありますけれども、都会にいてもこうして自然の中で深呼吸できるのは本当に貴重なことです。11月1日はトゥッサン万聖節の祭日です。この日はお墓参りするのがフランス人の習慣ですが、お供えの花の定番は菊の花、日本も同じですね。町の花屋さんもコンフィヌモン中は開店できないのですけれども、トゥーサンの日まで、この夜まではお店を開いてよしということになっています。街角に花屋さんがある風景ってやっぱり良いものですよね。